さあ今日はすごいぞ。はいはい、全国800万人のストリートファイターファンの皆様こんばんは。今日はなんとフランス勢が、フランスありがとうございます、はい、なんと日本に乗り込んできたと。 FHD の、顔出しは大丈夫、ありがとう。いやちょっとね、お前今日すごいよ。ほらフランス勢が今日、イエーイ、世界大会だよお前今日。フランス勢が FHD 帝の配信見てるフランス勢がてめえら分からしてやると乗り込んできたんだよ今日は。ジャンピエール・ポルナレフナンバーハムメロン、いやーもうすごいですよ今日。今日はだから日本勢頑張ってくださいね。国際交流ですからね。イエーイ。今日の FHD 大会はいつものにない緊張感がみなぎっておりますけれども、じゃあ行きますか。なんでしたっけ、今日何大会でしたっけ。とりあえず普通に。普通に、じゃあ帝 FHD 大会始めたいと思います。やい。じゃあ手前台から。手前台が、ネルソン。ネルソン、ネルソン、ネルソン。ネルソンネルソンと高専レオ、高専レオ国際交流戦まず第1試合ネルソン対高専レオ。じゃんけん、じゃんけん、じゃんけん、分かってますか。パンツァードラグン、パンツァードラグン、ヘルツォクツバイ、あ、だからフランス人だっつう。オッケー、生ハムベロン食べてますか。美味しいです。オッケーオッケー、ネルソン 1P、2P 側高専レオ、記念すべき国際交流試合第1試合、ネルソン VS 高専レオ。じゃあ奥でモサリと信号お願いします。皆さんすごいですよ、今日はフランスから勝ち込みですよ。帝に高田馬場に分からしてやると。ジャンガネルソン 1P 側、2P 側高専レオの2。じゃあ FHD 大会始めるぞ。記念すべき世界のこの交流戦が今行われようとしている第1試合。さあ高専レオ日本の意地を見せるか、それともネルソン何かジャンのネタを持ってるんでしょうか。気になるところでございますが、フランスキャラを使っていくという自国愛見せていくところ、フランス勢、いやー今日はわざわざ帝までありがとうございました。普段からワインと生ハムメロンを食べてるフランス人がどこまで牛丼と、ラーメン二郎ばっかり食ってる日本人に、分からせて、あーい、さあ飛び飛び放っていくか、体育分かってる。さあここは画面味絶唱で削っていく高専レオ、あー飛び飛ぶ、どうなんだ。さあここは緊張の差し合い、飛び飛ぶ、フランスに屈するのか日本、足払いから飛び道具、飛び道具、あーネルソン一歩じゃ、一歩選手。いやでもねレオ君空気読んだ可能性もありますからね。慎吾勝利おめでとう。いやーフランスからわざわざ海を越え山を越え高田の馬場まで俺たちを分からせに来たじゃん。さあ今度はリー高専レオのペース、はいよ、サントリーダルマとパルクシー、じゃあ奥でやってください、サントリーダルマ対パルクシー。さあチンコン対体育返していく、今度は高専レオのペース、さあ弱点がビカってるぞ、あーピヨッタレオが大パンチ、これで 1-1。 いやーフレンチ VS ジャパニーズということで、これはね負けられない日本男児、フランス人 B 型ばっかりだからね、これ頑張ってくださいね。あいつら強えぞ、ホラグラとアンキもどっちが強いのかどっちがうまいのかって話になってくるわけですよ。これはフォアグラ、アンキモが攻める、アンキモが飛び道具、フォアグラ勝利、あーあーネルソン・ピヨッタ高専レオ勝利。まずは国際交流試合1試合目高専レオ勝利、おめでとう、握手握手握手。
ネルソンに握手。ナイスファイト、ナイスファイト。はい、NTSC 人事、コンちゃん、コンちゃん対 NTSC 人事 VS コン、じゃんけんして 1P、2P 決めるんだ。コンさん、NTSC 誰ですか？ NTSC。 おいおいおい、はい、ドゥーム T シャツ、ドゥーム T シャツ。さあ、国際交流試合2試合目、コン VS NTSC 人事、じゃあ行きますよ。ボタン配置お前日本語、日本語だろそれ分かってますか。パルキス勝利、おめでとう。ワンピー側コーン、ツーピー側 NTSC 人事、国際試合第2試合じゃ始めてくれー。フランスからの勝ち込み、味方勢止められるか。ワンピガはコンレーパー食らうんだピックアカード、ヘッタクソード投げていく、ケツからジャカシー返していく。いやー、国際試合にね、あーいやー、おーすごいですね。ヘッタクソード出していく、ダイヤシービッグトルネード固めていく。ジャパン勢レイ、これはね、でもね、相手に手加減するのは比例ですからね。ジャパニーズ、フランス人に全力で戦ってくれ、頼むぜ。今日はフランスからの資格参加してくれてありがとう。さあ、飛び道具の試合、レイの飛び道具が強い。ダイヤして焦がして LTSC 固めていく。ピッカーカード、ピッカーカード、ここは空を切る、飛び込むがホイールキック、着々ダイダイナマイタックル、はい、トン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 と投げていきます。減らねー、着々ダイ、あー、めくり、ナイスガード。フランス、フランスがホイールキックにやられるのか。一歩デジコン、 LTSC 頑張ってください。大丈夫ですよ、あの日本でクラウン使ってる人いないんで、意外と知らないんで、好きに攻めた方がいいと思います。さあ、生ハムメロンか、それともメロンパンなのか、あん肝なのか、フォアグラなのか。弱足刻んで画面端、 NTSC ここが飛び道具食らってしまう。ああ、オイルキック使えねえ、その技、頭がピヨって。 NTSC 大丈夫、まだ来てる、めくり、ナイスカード。コンが飛び道具、ホイールキック、ジャクジャク大ビクトルネード打ち合うから、あー、勝ったのはコン。 LTSC に大きな握手を。ナイスファイト。いやー、フランス勢を分からせていく味方勢となっておりますが、エディ処理、おめでとう。わかりました。じゃあ次、なんでこんなに平日で俺たち盛り上がってんだ、やばいなこれ。手前だい、じゃあこっち行きましょう。これ北トリコ、北トリコ、ザジザジザジ、シンゴ、じゃあ行け、手前だい。じゃあ奥、笹塚トラ、笹塚君とトラ君奥で。さあ、国際試合第3試合、北トリコ 1P 2P 側信号、なんと北トリコザジー、フランス代表 VS ジャパン代表、どうなるんだ。さあ、北トリコ今日はザジーということで、ダックヘルは分かってるか、知ってるのか。さあ、頑張ってほしい。同時押しキャンセルは知ってるか。バルカンフックはいっぱい打てるぞ、いけるいける、大丈夫大丈夫。さあ、エルワイヤ壊して壊して、大パンチ、フランスから味方勢を殺しに来たフランス。ここは飛び込み、シンゴ落ち着いて対処、画面足追い込んでいく。
バルカンフック大パンチ、大パンチ、おおい、差し合いが強い、フランス人は差し合いが強いんだと。あー、小足バルカン大パンチ、あー、北斗リコ一本選手、シンゴ死ぬのか。さあ画面端追い込んでいくバルカンフック、シンゴのリーは手を抜いてる感じはしないが、めくりからの連続技、今度は表、ナイスカード、いやーいいよシンゴ、日本男児、日本男児の心を気にしてやるシンゴ、ガードガード、ダヤシ画面端バルカンフックで浮かぶか、シンゴ一歩取り返す、全中が決まる。さあ11からの国際交流第3試合、ついにファイナルマッチ、大パンチ、大足返した、大パンチ、ここは2打決めていく、ああ引かった、弱点引かった、北斗リコ弱点引かってるぞ、頑張れ、ヘルワイヤー当てていく、バルカンフックで固めて大足、あー、ビオッタ、シンゴミスったよ、ミスった、エルワイヤー大パン、まさか、まさかあるのか、もうこれゲスでもこう勝ったのはシンゴ、お見事、いやマジ危ねえ、北斗リコに大きな拍手、ナイスファイト、ありがとう、サンキュー、ナイスファイト、はい、じゃあ奥で1ビリ君とパルキチ君お願いします、うん、じゃあ菊池と鳴沢優衣手前で、じゃあフランスでちょっと待っててくださいね、いやー今日はなぜか平日に鼻血漏れそうなぐらいの国際線が、いやーフランス勢の FHG のこの仕上がりっぷりにちょっとこっちは鼻血出そうですね、じゃあワンピーガーは菊池、ツーピーガーは鳴沢優衣、じゃあ始めてくれ、いやーファイターズヒストリーダイナマイトは、国境を越えると、戦いは世界へ、FHD 大会ここまで来たぞということでね、じゃあ日本勢同士、ワンピーは菊池、ツーピーが鳴沢優衣、菊池は今日はザジ、そしてリーを使っていくのが鳴沢優衣、さあ菊池弱点が光ってるぞ、注意してくれ、弱点にダメ光った状態でダメージが当たるとこのゲームはピヨります、ピヨったらやられ放題ということで、ピヨりたくないこのゲーム、ピヨった後も弱点にダメージが入ると倍のダメージになっております、さあ注意したいところ、さあここはしっかり鉄三個裏に回って絶中当ててピヨったところに鳴沢優衣ポゼッシュ、鳴沢くんうまいですね、やりますね、鳴沢くんが死んでしまったら同級生3はもうこの世に出ることはないんだということで、鳴沢くんに応援をどうかよろしくお願いします、さあ鳴沢優衣か鉄三個追加能力であのように連続技になります、リー菊池、さあピヨってる、ピヨるぞ、危ないよ、大パンチ返してダッキングラバルカンフック全中ピヨった、ナルサーが全中決めて勝利、お見事、じゃあ、ね、ネルソンとタケヤン、ネルソンタケヤン国際交流最終試合になるかもしれない、いやフランス勢頑張ってほしい、ネルソン対タケヤン、あ、違うか、ああそう合戦レオか、ごめんごめんごめん、あ、さっきそうかレオ君が勝ったんだ、ごめん間違えた、じゃあレオ君とタケヤン、じゃあお願いします、あれじゃあフランスで死んだ全部、日本の意地1回戦で見せましたか、
フランス勢全員死亡ということで、じゃあ 1P 側は構成では 2P 側は竹谷野次愛、ちょっと後でじゃあやってコント微分、じゃあ奥で。いやでもフランス勢ここで全部散ってしまいましたけれども、皆さんちょっとフランス勢にちょっと拍手お願いします。お疲れ様でした、ありがとうございました、参加していただいて。こいつらもうバカなんで勝つの大変だと思うんですけど、絶対いつか勝てる日来ると思うんで、生ハムメロン食べていただければなと思っておりますけれどもね。フランスはね、牡蠣がうまかった。牡蠣、僕フランス1回しか行ったことないですけど。というわけで 1P 側高専でよ、 2P 側が竹谷ロケラ戦でございます。竹谷が一本選手。いやでも俺ら負けちゃうとさ、なんかそれはそれで問題ありそうなんで、まあ勝ってよかったなみたいな感じで、なんかまあ俺たちちゃんとやってるんだみたいな資金が本気出すのもまた鬱陶しいですからね。というわけで竹谷勝利、お見事。じゃあボムと赤間さんお願いします。さあボムさん復帰戦、ストリートファイター花見に優勝者ボムさん、さあワンピー側へ。いやーもうちゃんぽんちゃんぽん飲みすぎて、打たれた天敵引きちぎるボムさんでございます。ワンピー側、ツーピー側、赤間どうなっちゃうんだと思っていたボムさん、なんとか復帰戦。まだボムさんもしかしたらやられてるかもしれないんでね、赤間さんありますよ。しかし赤間さんはこだわりのマース、グロ画像あるで。もうボムさんはもう日本酒、そしてウォッカ、ウイスキーと全てをコップに混ぜて飲んでいくスタイルだった。さあそんなボムさんが、ああ赤間さんはめましょう、はめましょう。ああ返した、スライディング、ダギくんドキドキ、バックステップで受ける、回す、赤間さんガードして投げ回避、ドミノが去る。いやーボムさんが今日は永久が決まらないのか。いやー大パンチ、ボムさん一歩前進、まだ酔ってるかもしれませんね。ボムさんといえば27日のストリート花見の日に、ストリートファイター花見の日にアキラが痛風になると予言していましたが、まさか自分が病院を送り呪い返しを食らってしまったこのボムさんのカルロフ、今日はな、ああ赤間さん行きましょう、行きましょう、行きましょう、やったー赤間さんお願いします。大足あるよ、あるよ、100キック、バルーンナイス、ガードガードナイス、あー中段から連続技、飛び道具ジャンプでかわす、100キックからバルーン落として、赤間さん大パンチだよ、下見かけ大パンチ、しゃがみ大パンチ、ファイヤーファイヤー、あーボムさんまだ酔ってるのか、飛び道具、あー勝者ボム、お見事。いやーボムさん完全にもう復調してますね。というわけで次の試合はビブ勝利、はい、じゃあ笹塚君と竹谷の手前で、奥が慎吾とエンテお願いします。今日は国際試合となっておりましたが、フランス勢残念ながら1回戦で散ってしまいました。まあ手加減してもいいところなんですが、それは絶対相手に失礼ということで、今日の味方戦は非常に男らしかった。ワンピーゴは笹塚君、ツーピーゴは竹谷、笹塚君の4ミンは非常にテイクオーラスマッシュがうまいということで、あー打たせてくれなかった。竹谷一歩選手、殺せるときに殺さないとね、殺されちゃうゲームなんでね、しょうがない、しょうがない。笹塚4ミン頑張れ、2ラウンド目、
いやーもうフランスワールドカップ、お前らみんなでフランス行ってやるかじゃん、はい、あーフランス行くぞいずれ、フランス行ってフランスのキャバクラ行ってフランスのキャバクラ行ってボムさん伸ばして牡蠣を食べようということでお願いします。オーラスマッシュオーラスマッシュ、今度は竹谷の劣勢、危ない、さあここはガードしてナイスガード、出し返していくわフランス、あー弱大チェーン、そして飛んだところにカクハン、タケヤンが画面端攻め込んでいくが、あー当たっちゃった、サラズカ体を入れ替える、体足オーラスマッシュ、さああるよあるよあるよテイク、あー当たった1-1、ドエクオーラスマッシュもどき当たってしまって1-1、大盤おーやる、差し込んでいく、オーラスマッシュオーラスマッシュオーラスマッシュ、大足足行こうだった、よし飛び込んで大足で体育しっかり決めていくよ、ミサラズカ鉄三個、大盤大盤全中鉄三個、起き上がりささずか距離を離したいがピヨっちゃった、竹谷勝利を見事じゃあボムさんとビームさんお願いします。ワンピガーボムさん、ツピガービブさん、さあストリートファイター花見の勇者が2人ここで激突、どちらもコップに日本酒ウォッカウイスキーを混ぜられていた2人ということで、どっちが酒が強いのか、じゃあ決着つけてくれ、さあ1人は病院送り、1人はおまわりさんに捕まりそうだったレイ、さあ病院おまわりレイか、それとも病院からなのか、いやもうね俺ねボムさんに負けたと思った、いろんな話聞いて、あ詳しくは事件簿で話しますけれども、ボムさんはなんと天敵を引きちぎるというね、病院で荒技を見せてくれたそうです、僕でもそんなことしません。さあ賞金からバルーンホイールキックで返して、トルネードバルーンで受ける、100キックぶっぱで刺さって固めるボム、バックステップトルネード、ビブンビブン、パンティーかぶるか、ビブンパンツか、ワープ大パンチボム一歩前進、さあ2日間の療養を経て軽の2日いボム、フランス勢との対決に備え軽の方を使っていく、ホールキック大キックで返して、ヤーキック画面端追い込むが、あー惜しかった、ピヨっちゃった、アップリケ、さあこっからエンパワーミスった、珍しいヤーキックヤーキック削り勝ったのはボム、お見事、じゃあ1例できますか。準決勝第1試合、今日はフランス勢のみんなありがとう、参加してくれて日本勢も気合が入ったことだと思います、俺たちもいつかフランスに行きたいと思う、じゃあシンゴとタケヤン、じゃあ始めてくれ、ワンピガはシンゴのリ、ツーピガはタケヤンのリ、同キャラ戦となっております。このゲームはワンピガとツーピガで、基本性能差があります、なので、同キャラ戦といえど、座った席によって、有利不利が若干状況によって存在するというようなゲームになっておりますが、さあお互い勝手知ったる両者ということで、もうこうしっかりガード、追加能力絶中から鉄三個、タケヤが攻めていく画面端、返した信号、飛び込みめくりから連続技、あと数ドット鎮魂体で返して飛び込み投げに切り替える、竹谷粘る、ジャックパンチ、ここは慎吾一本選手、フランス語で実況してほしいということなんで、もういいですよ、しますか、ポルナレフ生ハムメロン、生メロン、アデュー、アデュー、
アデュー、私外人みたいなクロワッサン、クロワッサンということで、さあここはフランス、俺行ったことあるんだけどさ、もう何一つ喋れなかったからね、何一つ喋れなかった、ギャグも無理、無理だった、限界でしたということで、信号勝利を見事。はい、じゃあパルキシさんとボム君、じゃあお願いします。お、これパルキシあるんじゃないですか。いろいろ世話になった。ワンピー側パルキシ、ツーピー側ボム。さあワンピー側パルキシ溝口、ツーピー側ボムさんのカンナフ。ボムさん今日はね、病気からの復帰戦となっております。さあ会社を休んで病院に搬送されていたボム、そして12万円の請求書となっておりますが、保険証は見せたのかボム。さあめくりから連続技しっかり決めていく。やっぱここはミスらない。交流戦会社パルキシシャンプーアートに勝ってるぞ。当たってねえし、ボーム一歩選手、ストリートファイター花火はそういったリスクがある飲み会となっておりますということで、ボームさん今日は非常に気合が入っているだし、さあここは飛び込むか交流祭。バルーンから連続ナイスガード、ジャンプまで返す、ヤッキング読まれたり、シャンプーアートに勝ってるよパルキシ。チェストチェスト、交流戦引っかからない、その手にはめくりからの連続技、エーパーをしっかり決める。あー交流戦会社バルキシ頼むよー、やるー、いちいちー、素晴らしいパルキシの連続技、今日は集中してますね。さあボムさん一切手を抜けない、バルーンナイスガード、ここはガードめくられて連続技が刺さる、パルキシガード、交流祭は焼かれるが、お見合いからジャクジャクチェスト投げで切り返す、大ピンチパルキシ。いや落ち着いていこう、落ち着いていこう、大丈夫よ、じっくりいこう、じっくり、あー大キック返した、ガード投げー、勝ったのはボムミュート、いい試合だった。フランス対ジャパニーズ国際交流戦、残念ながらフランス勢は知ってしまいましたが、 FHD 大会決勝戦、じゃあ始めたいと思います。ワンピーガーボム、ツーピーガーシンゴ、酔っ払いバーサスシラフということで、じゃあよろしくお願いします。いやーでもパルキさん良かったね、あの攻めね、あそこでミスらないパルキシ君ですよ。さあまずはシンゴはファーストダウン、あー見せていく、シャンプーハートが光ってるのはボム、さあワンチャンあるぞシンゴ、ボム時代を終わらせ、あーミスってないけど安かった、めくりファイヤー大キック、シンゴ、あーファイヤーファイヤー、キャッキック投げ返して絶中、バルーンでよける、大逆転がここで第1ラウンド、ボムが取る。いやー国際大会ですからね、いやーボムさんがすごい集中力、ゼロドットからシンゴ勝てる試合を落とした感じでしょうか。いやまだある、2ラウンド目落ち着いていきましょう。いやよー、シャンプーアート行かった、投げ減ってない減ってない、シンゴ大丈夫よ、あーヤッキック生で刺さる、めくり当てからの固め、シンゴ体で返して投げ、やすやすやす、大丈夫大丈夫、体力差関係ないからこのゲーム、垂直ジャンプ投げ返して、さあ1回お見合いから四隅、お互い何を出す、
ここは鉄三項ガードさせていく。削り削り、慎吾諦めるな。体力差は若干あるが諦めてはいけない。大橋バルーンセガー、勝ったのはボブ、優勝おめでとう。じゃあすいません、フランス勢ありがとう。フランス勢ありがとう。すいません、ありがとうございます。本当にいや、やめよそれは。あ、すいません。というわけで優勝したボムさんです。みんな拍手ありがとうございます。どうですか今日の試合振り返って。いや、今日はなんといってもフランスのフランス勢でもよかったね。すごい上手かったですね。強い。さん、どこでその知識を得てるのか、得てるんだろうなみたいな感じで、はい、一切僕たちは手を抜けませんでしたね。そうですね、そういった意味でね。はい。で、飲み会大変でしたね。そうですよね、いろいろありましたけど、ありますよね、やっぱいろいろありましたけれども、本当に申し訳ありませんでした。いや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 、俺からするとね、全然飲み足りてないんで、はい、足りてないからなっちゃった。もっと飲めば全然問題なかったということね。はい、なので、途中までアキラと俺で、微分さんがストリートファイター花芽優勝だと思ってたんですけど、はい、違いましたね、最後の最後。はい、優勝はボムさんでーす。ありがとうございます。12万でしたね。保険証ちゃんと持ってきて。そうですね。うん、まあ、しかしあるかもしれないんでね。はい、というわけで、応援してくれたちょっと皆さんにボムさん一言言ってやってください。無事復帰した復帰会見ですよ。ちょっとまだ酔っ払ってたんですけど正直大丈夫でした。はい、すみません。いや、最初マットロックとかで出ようと思ったんですけど、はい、もうフランス勢の方々がいらっしゃってるので、来るんであれば全力でいきますよということでね。もうほぼみんなこれ全員本キャラじゃないですかね、ちゃんと。でもあのね、はい、クラウンとね。そうですね、クラウンとか難しいのにすごい上手かったですよね。ジーン、ジャンとね、はい、すごいフランス勢にはちょっと今回ね、俺たちも心打たれたよね。もう3人のお三方の名前は覚えておきますんで僕、はいはい、じゃあいつかね、機会があれば、はい、フランス行きます。よろしくお願いしますありがとうございます。じゃあ最後にちょっとフランス勢ちょっと一言いただいて、こっち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 、はい、フランス勢ハロー。イエーイ。じゃあ皆さん、とりあえずありがとうございました。あー、日本語うまい。どういたしまして。じゃあ FHD って流行ってるんですかフランスで。まあ結構流行ってたんです。はい、実はね。お、結構なんか上手い選手 もいるんですけど、日本に来ることはちょっとできないので、あ、私たちがなんか3人しかいない今。あ、だから3人で支えてる感じで。そうですね。なるほどね。なんか日本人のなんかプレイヤーたちとやりたいって気分がある。ああ、なるほどね。でもね、十分互角だったと思いますよ。いや、はい、まだまだ足りないのでね。いや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 、でもね、あの配信見てる人たちにはそのスピリットが多分伝わったと思うんで、はい、これからもどうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。フランス勢に大きな拍手を。また来てね。いや、俺らもグッシーみたいな。ありがとうね。今日もまたのじあいやってくださいね。この後じゃあフランス対日本の、のじあい大会が始まりますからね。あ、ありがとうございます、ね、というわけでね、国際交流も含めて FHD これからもどんどん盛り上げていきたいと思いますので、はい、どうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。とりあえずは優勝したボムさんにみんな大きな拍手を。フランス戦にも大きな拍手を、はい、3月、最終火曜日 FHD 大会以上終了。ありがとうございました。